静岡県立森林公園は1000種類以上の植物や約80種類の野鳥が確認されている森の魅力いっぱいの自然公園です。長さ150メートル、高さ48メートルの空の散歩道や通年を通した自然体験プログラムの開催などなど、自然を満喫できる施設、イベントが多くありますが、今回の動画では豊かな緑に囲まれながら研修、勉強、運動、食事、合宿ができる森の家について紹介します。こんにちは、静岡県環境ふれあい課です。本日は静岡県立森林公園森の家にやってきました。ここ森の家では緑の癒しを感じながら研修、運動、合宿ができます。では早速館内に入っていきましょう。館内に入ると早速木のいい香りに包まれ、自然の魅力あふれるロビーでテンションが上がります。まずは研修室に行ってみましょう。ここでは木の心地よさを感じながら、企業の研修や打ち合わせ、学生による勉強合宿の場として利用できます。研修室は人数用途別に選ぶことができ、全部で4種類あり、備品の貸し出しや宿泊もすることができます。また近隣の学校の活動にも幅広く利用されています。木の癒しを感じる空間での充実した時間をお約束いたします。次に山彦ホールを紹介していきます。中に入ってみましょう。見てください、とっても広いです。のびのびと活動できそうですね。やまびこホールは研修会、発表会、記念式典など各種催事に利用できる多目的ホールです。さらに吹奏楽部の合宿やバドミントンなどのスポーツ会場としても利用できますので、ぜひご活用ください。さて、研修、勉強、運動してお腹が空いてきたら、ここレストラン松ぼっくりで、季節ごとにその表情を変える大自然のパノラマを眺めながら、新鮮な山の幸、川の幸を味わうことができます。今回のランチでは松茸釜飯をいただきます。ではいただきます。美味しいです。他にも四季折々の限定メニューや特別な懐石料理を堪能できます。ごちそうさまでした。ということで、今回の動画では森の家について研修、運動、合宿の場としてご紹介しました。他にも様々な自然体験を通した森の時間を楽しむことができます。森の家はお車の場合、新東名浜松浜北インターチェンジまたは浜松サービスエリアより約20分、電車でお越しの場合は遠州鉄道西鹿島駅よりタクシーで約10分となっています。鮮やかな緑、自然の音、森の香り、森の中での上質な癒しを感じながら研修、スポーツ、合宿をしてみませんか？皆様のご来園をお待ちしております。